こんにちは、地域会のまさきです、本日は奈良市宝来町にございます、グリーンヒルズ F という物件の、お部屋の方をご紹介させてもらいます。単身用のアパートとなっておりまして、これから一人暮らしをお考えの方にはぴったりなお部屋かと思います。ぜひご覧ください。まずお部屋の方ですね、約6畳と広い、お一人様でしたら十分な広さのお部屋となっております。まあ、ベッドを、置いていただいても十分、スペースの余裕のあるお部屋になるかと思います。バルコニーの方なんですけども、こちらの方は南向きとなっておりまして、こちらのお部屋の方は2階のお部屋になるんですが、非常に日当たりのいいお部屋となっております。ただ道路に面していますけども、ガラスの方は二重ガラスになっておりますので、閉めると音も非常に聞こえにくい設備となっております。また天ヶ崎の駅までですね、広い道を通って明るい道を通って行けますので、女性の方にも非常に安心していただけるお部屋となっております。またこちらのエアコンの方とですね、照明の方備え付けとなっておりまして、とクローゼットも割と広めようとしております。はい、こちらの方ですね、横幅もこれぐらいございますし、またハンガータイプもついておりますので、お洋服たくさんお持ちの方でも十分収納していただけます。はい、こちらの方 1K となっておりまして、洋室と別でキッチンスペースになっております。キッチンスペースの方はですね、こちら、一口コンロとなっておりまして、冷蔵庫も一つ備え付けとなっております。また給湯器の方もこちらリモコンがございまして、こちらの方で温度設定が可能となっておりますね。はい、単身用では嬉しい室内洗濯機置き場ということで、こちらの方も割と大きめの洗濯機を置いていただけます。またこちらの方はお手洗いということで、はい、こちらの方はお風呂とトイレもちろん別となっております。浴室の方なんですけども、こちらの方ですね、なんとですね、こちらの方は珍しい追い焚き機能付きとなっておりますので、そちらの方も活用いただける機能になっております。またね、最後に玄関の方ですね、こういった形でかわいい、下駄箱、ショルズボックスもついております。はい、こちらの方はですね、大東建託のお部屋となっておりまして、非常におしゃれなお部屋となっております。これからお一人様で過ごしたいなという方ですね、ぜひこちらの方をご覧ください。はい、奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のご来店をお待ちしております。ありがとうございます。